とう。嬉しい。こんばんは。今日は優等生ハーフアップでお送りしております。ほぼすっぴんみたいなメイクで今日は MV 撮影でした。8枚目の疲れタンゴ、疲れタンゴ。今日は MV 撮影で、言っていいのは山口県までだって言っていいとこまで。山口県で、あと制服着た。これも言っていい、言っていいこと全部言おう。制服着た。MV を撮った。山口で撮った。以上。メールにもちらっと書いたけど、あまりにもこう2日間やり過ごすのに必死すぎてオフショットをマジで撮ってないんですよ。自撮りとかほぼほぼしてなくって、合計で10枚ぐらいしか多分写真撮ってないんですよ。だからちょっと今回はなんか、もしねなんかテレビとかあったら、その時に衣装を着た時に必死に写真撮ります。写真撮らなきゃ、あ、SNS 用の写真撮らなきゃって思ってたら2日間終わってた。ごめんなさい。ダメだ、死んでた寒さで。撮影して、うー寒い、無理、早く中入りたい。入る、死ぬ、お疲れ様でしたみたいな感じでした。ごめんなさい。全然忙しく、全然忙しくなかったんですけど、死ぬほど写真を撮ってなくてごめんなさい。謝罪、あらかじめ。みんな頑張ってた。唯一海辺で生写真撮った時の、なんか横から撮ってもらったやつとかがあるから、福ちゃん今回のシングル海辺のなんか遠くからの写真ばっかだなとか思っててください。ソーリー。
撮ればよかった。制服姿とかなんか染めとけばよかった。ちゃんと気づいた時には遅かったです。申し訳ねえ。楽しみにしててください。いつ公開？9月じゃない、9月じゃない。9月なんて たまったもんじゃないな。何月だ？ 4 月か。4月の半ばに発売だから、3月中には公開されるのかな？分かんないけど。楽しみにしててください。頑張りすぎました。乗り越えたぜ。ほんとさ、ミツバチ死んでる。生きてチェキもよろしく。あ、そうナイス。4月1日に雨大丈夫だったよ。4月1日に チェキ会があります。席替えはめちゃくちゃ素晴らしいです。なんでかっていうと、おってことは席替え4月1日に生誕祭がないってことが確定したね。おめえ4月1日に席替えオンラインだから見れると思う。みんな席替えもめっちゃいいんだよ。なんでかっていうと、1枚1枚撮ってるから 2枚と同じ写真がないですよ。すごくないですか。あと全部にサインと何々さんへっていうのがつくので、もうマジでオンリーワンだから、例えばまあ1枚買っても2枚買っても3枚買っても被らないし、多分3つぐらいお洋服3枚まで買えるんだよね1人だから、3つお洋服用意しようと思うので、3枚あったら3種類お届けします。2種類あったら2枚だったら2種類お届けします。服装違うやつ。携帯の裏とかに入れたりとか手帳に挟んだりとかしてもいいと思うね。よく携帯に挟んでるよね、推しとのチェキみたいなやつ。推しとのチェキ、推しのチェキちっちゃいからさ、これぐらいね、結構持ち運びしやすいというか、どっかに入れとけるので。チェキホルダーとかもあるしね、最近は。机にさりげなく置いといてもいいし、大事にタンスに大事にしまっててもいいし。チェキ会 STU の公式に出てたんで、そっからぜひ飛んでゲットしてください。数量限定なり売り切れろ。
ニックネーム登録とかもしたい人は忘れずに、よろしくお願いします。誰もありがとう。キルバトは何時かな、15分。明日から生誕ティー、あ、そうだ、生誕ティーのデザインが出てた。まあでも生誕ティー明日からだから明日つぶやくわ。今回はなんかね、昨日じゃない去年写真、なんかあの独り言の写真がすごい気に入ってたから、え、だから去年の時まだ独り言なのか、独り言がめっちゃ気に入ってたからね、写真独り言のやつにしたので、でもそれはそれで好評だったんだけど、去年一昨年1回目の時のイラストの方が感触的には、私なんかイラストの方がみんな好きなのかなと思って、なんかね、なんかその写真の方を着てる人よりもなぜか2年前の着てる人の方が多くて、現場とか行くとどっちもいるんだけど、どっちも私的にはどっちも気に入ったんだけど、なんかイラストの方がみんな好きなのかなってあったので、こちらイラストを描いてみました。今回初めてペンタブを使いました。会社に行ってペンタブの予約をして、あの使う許可のちゃんと、あの2時間ぐらいかけて、2時間もかかったのは、私がペンタブ使うの下手すぎて、書いては消えて書いては消えて必死に作りました。で、みんなが大好きな噴水ポニーの福田あかりちゃんで、これはちょっと下手くそかもしれないんですけど、フラワー衣装、フラワーフェスティバルのあのお花の衣装の、本当は自分黄色なんですけど、ちょっと推しカラーが緑なんで緑にしてみました。拙い絵ですけど、でも似てるよね。どう？で、周りにはハートや星を散りばめてみました。ガリンゴ23バースデー、目はハートになってます。外では着れない、そんな時に今販売中のリバティエイジの猫ニャスケさんパーカーを上から羽織れば、この T シャツも隠していける。やったじゃん、可愛くない？頑張ったよ。ペンタブで絵描くのは難しかったけど、絶対ゲットしてください。多分生誕に間に合うんじゃない。ぜひぜひ、あのお話し会の後ろに飾っといてもいいと思うし、もう絶対にゲットしてください。年に 1回しか出ないからね、これ。よろしくお願いします。これは明日からだお。そのパーカーお高いんでしょ、普通かな。iPhone11? 分からん、これ何なんだろう。私の iPhone って何これ。こんばんは。言うてまだ生誕ティーあれか、3枚目なんだな。ロンティーと生誕ティーどっち着るか迷う。ロンティーの上に生誕ティー着て、ロンティーのリンゴマークを覗かせるっていうのはどう。 iPhone12、 私よく知ってるね。12じゃない、ありがとうございます。
上級者でテクを使っていこう。いろいろいいお知らせがねできてて嬉しいですわ。ちゃんに12を勧められて機種変したから覚えてる。12勧めてた私無責任野郎だね本当。12だよ、使いやすいよねもう 10R から12にした時めっちゃうわいいと思ったんだよね最近発見したのはなんかここをダブルタップすると出ないな。私のここケースがダブルタップするとスクショが取れるんですよ。今スクショ取れたけど分かってないね。分かんないよね。ほらスクショが取れてる。分かんないか、ただの待ち受けに見えるか。電気がつくときもあるんだよな、何かで何かの動きで電気がつくこともある。ちょっとよくわからん。でも私カバーしてるからこの機能の恩恵はあんまり受けてないんだけどカバーしなかったら多分めっちゃ便利なんだろうなって思います。何の設定なのかわからんけど勝手になってた。 iPhone 使ってないけど知ってる。すごい黄金糖食べよう。栄太郎飴。プルプルザップ。アクセシビリティ。携帯カバーはねお気に入り、これ変えたいんだよ。なんか可愛いやつとかあるんだけど結局ねこれに付け替えちゃうの。これめっちゃいいの。ここにこれ5000円札入ってて、絆創膏、あ、絆創膏入ってないな、まあ、たまよく絆創膏ここに入ってて、ここの鏡これ自分で買って付けたんだけど、ここ鏡ついてて、ここにクレジットカードと身分証明書が入ってるの。めっちゃいい。私ね絶対鏡とクレジットカード入れときたくって、だけど手帳型は嫌なのよ。こうやってパッて見たいから。だからその全てを叶えるでシンプルがこれだから、なんか別にこれにこだわってない。別に何でもいいんだけど、何でもいいんだけど、なんか結局これに戻っちゃうっていう。なんか落としたら終わり。私でも財布持ち歩かないからさ、携帯だ。なんかさ、いつもびっくりされるの。なんか男の人って結構手ぶらで歩くじゃないですか。どこのですか、わからん。これなんかバイマとバイマで買ったハンドメイド、だから男の人って結構手ぶらで歩くじゃないですか、ポケットに全部入れて。だけど女の子はだいたいちっちゃいカバンとか持ってくじゃないですか。だけど私はもうこれだけで生きていけるから、コートにポケットあったらこれプッて入れてピーってご飯とか行っちゃうから、いつもえこいつおごられる気満々に来たって多分思われてると思う手ぶらなのって聞かれて、で私めっちゃ払う気満々だって、5000円入ってるし、なんなら私が決済してみんなからもらいたいタイプだから、私が払うよって感じなんだけど、まずは
でみんなちょうだい、なんかペイペイとかでちょうだいっていくタイプなんだけど、多分周りからしたらこいつ怒られる気まんまやなみたいな、この女って。そうよ、メンバー結構現金派の子多いからさ、そういうとこあるんだよね。全然おられる気とかじゃない、ちゃんと払う気満々なんだけど、現金出してお釣りで小銭来たらどうすんの。うん、確かにそれ考えたら、ポケットに入れるんじゃない、コートの。でここにね紐もついてたんだけど、なんかいい邪魔だなと思ってたんちゃう、つけようかな、久々に紐つけよう。久々に紐をつけます。マフラーとかしてたらこの紐が邪魔なんだよな、だから冬は取ってたんだ。よし、あー久々にこの感覚。便利なんだか不便なんだかわからないこの紐。夏は便利なんだけどね、冬はモコモコするから。めっちゃ紐やったってなって、ペンライトでストラップつけてます。あー確かにペンライトのあの紐さ、ウィーのリモコンみたいにこうちゃんとやっちゃうよね。ピピ。なかなか。ウィー持ってた、ウィーやってたよ、ウィーフィットとかやってたよ、あとウィーのマリオブラザーズ、マリオカートもやってた、太鼓の達人もやってた、ウィーで楽しかったな。ポケモンの新作だよね。ね。すごいどんどん出る。今日から福ちゃんのメール来るからめっちゃハッピー。あ、今日から撮ってるの？みんな今日からメールを撮るんだ。よろしく。3月だし。よろしく。新作買うか？今は考えてないかな。未読多くてごめんなさい。4年ぶりにメール取り始めた。嬉しい、ありがとう。 QOL 上がります、愛があります、間違いない。みちばち、みちばちいます、かわいい、マジつぶらな瞳、キュルルン、ギルバと私も行こう。
あの夕方、ね、夕方7時台のやつも私一人で買ったからね、全部一人で攻撃した。寂しい、もういじけちゃう。100メールお得。坂道みたいにメッセージにならないかな。あ、どっちがいいんだろうね。私それは見たことないから分かんないんだけど、でもね、逆にメールってもう企業からか、うち STU からしかこんくない？みんなでも仕事で使うか、メール。なんか私はさ、もう LINE しか使わないから、メール来るのってもうなんかネットで買い物した時とかぐらいかな。だから STU メール、メールって逆にいいなと思ったりもするんだけど、どうなんだろう人によるか。おはようメールの自撮り可愛かった。どんなの送ったっけな。やっぱ今日はでも3月一発目だから、おはようメールも気合い入れてたとこはある。いつも気合い入れてるけど、あ、本当だ、可愛い。めっちゃ可愛いな、まつげ上がってんな。可愛かったダウン変わってたね、SU の。あー、確かにちょっと前から変わったな。全部可愛いです。にゃん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 。ちこカツヤ、肉まん10個ありがとう。返信も絵文字大丈夫なのかな、どうなんやろう、わかんない。誰も来ないギルバトね、え、みんなどこに行っちゃったの。私はあなたを悪者にしたくない、だからゆっくりと。おひなさま離れてゆく。ありがとう、たかひろ。前の猫はさ、これぐらいだったの、会うのが。だけど今は今回のこれぐらいだよね。うどん姫ありがとう。うどん姫見てくれたんだね。顔はめ顔をはめていく。顔はめパネルってやりたくなりませんか。私結構やっちゃう、観光地とか行くとはしゃいで。誰がはめるんだよっていう意味わからん顔はめでもやりたくなっちゃいますです。みんなはどう？あれ最初に考えた人すごいよね。二人並んで澄まし合おう。
受ける自信ない。別に受けなくてもいいんだよ。楽しいってなればいいんだお。今日の配信 TikTok のうどんについて語っててファンの人がコメントしてたんだよって。あ、そうなの？ TikTok のスタッフさんが話がこう地獄のような感じで進んでたから、せめての盛り上げのために考えてくれたのかと思った。なんだ、失礼。福ちゃん TikTok 見てたら唯一オタクと知ってる会社の人が福ちゃんのこと知ってた。え、なんで？嬉しいんやけど。好きじゃんって。ゆみり今から迎え、あ、ゆみちゃん来たじゃん、嬉しい、ありがてえ。来たーん、嬉しい。待ってた、彼女のことを待ってた。お代理様とお昼様、はあ、絶対 UFO 食べたいと思って帰ってきたけど、帰ってきたら別にそんな気分でもなかったんだよな。何の気分なんだろう私。追加とチェキ申し込みしてくる、ありがとう。なんかジャンクなもの、今日は健康に気使わない。でも今日ね、朝ね、集合何時だったかな、7時ぐらいだったんだけど、で6時半からホテルの朝ごはん食べれたんだけど、私ちゃんと6時15分に起きて顔洗ってスキンケアして6時半に食堂行って朝のでご飯食べて7時の集合に間に合わせたんだよ。偉くない？私昨日もうさ、なんかもう PL 舞台のことでさ、ずっともや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 しててさ、マジで寝れなくって、で明日7時集合とかで早く起きなきゃいけないのに、あーって思って3時4時ぐらいまで寝れなくって、ダメダメ、肉もありがとう、パイカーは追加注文してありがとう。そうだけど、なんか朝ごはん食べなきゃと思ったらなんかね起きれて、でちゃんと朝からサラダみたいなのも取ったし、お魚も取ったし、納豆も取ったし、うん、頑張った。ご飯カレーみたいなのも食べたし、偉すぎました。だから健康なの今日は、栄養をちゃんと取り、なんかね、やっぱその何、不健康な食事を普段してるからこそ健康的な食事ができるチャンスみたいなのを逃したくなくって、そしたら起きれた。でもみちょと起きちゃんしか朝ごはん来なかった。他の子はもうみんな諦めてました。あの白い粒、あ、四角いやつ、あれなんかリンゴゼリーらしい、シャリシャリだった。これギルバト無理だね、ゆみちゃん。バイキングだった。
美味しかった。ダメだこりゃ、ダメだこりゃってチャットに言うと、ダメだこりゃ。いや朝ごはんちゃんと食べて偉いな。ただ盛り付けが雑い。しかも朝から牛乳飲めたっていうのが嬉しかったな。なんで最近ゆみちゃんって言うようになったの？わからん。あんま人の呼び方は統一されてない私。いやバイキングの盛り付けむずい。だってね、横の味と横の味混ざりたくないの絶対。でもさ、ちょっとさ、和え物系とかさ、ちょっと汁みたいなのがちょっと出るようなさ、その和食系とかだとさ、もう隣のやつに味がついちゃうじゃん、どうあがいても。それが私嫌なの。だからめっちゃもうちょい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 って置くんだけど、やっぱ無理だね。でそんなにいっぱい食べるわけじゃないけど、スペースが足りない。全部小鉢にしてほしいな。取りすぎちゃう。わかる、なんか食べれる気がする分な。最近それでもわかるようになってきて、やっと自分が思ってる量の半分で割といいって分かった。見た目で欲しくなったら2回目取りに行けばいいんだからって、やっとそういうことができるようになったのかな。朝さ、お腹いっぱい食べたらしんどいしな。ポテサラでテーブルを作る。ポテサラこそ味混ざりたくないんやけど。大人だよ。今日撮ったのはウインナー、芋餅、卵焼き。これ何？あー、なんか白菜のそぼろ煮。これうまかったな。これ何なんだろう、わからん。なんかよくわからんやつ。リンゴのゼリー、サラダ、納豆、カレー、牛乳。以上。です。なんかでもね、ご飯取った後に納豆取って、で、でもカレーも食べたくなったから、そのご飯を小盛りにしたんだけど、カレーを半分かけて半分は納豆ご飯で食べるっていうテクを使えた。あー諦めた。アギルバトもうめんどくさくなっちゃった。ダメだ。カレーの気分になってきたな。カレーにしようかな今日。あ、カレーうどんにしようかな。最近うどんスタグラムサボりすぎてるから。こんばんは。レトルトカレーある。石餅ありがとう。個別話しか当たったよ。お、一時申し込み成功の巻。あ、あとこれご飯食べ終わったらお話し会のおすすめ日決めよう。ちょっとね、PR 舞台をね
もう本当にめなんか本当に号泣しながら諦めたっていうか、なんかうーん一回今回はやめたから、でも両方さでお話し会をさもうさ全然売れなかったらさ、いやマジで福田ちゃん 何やってんだって感じじゃん。だからちょっと本当共倒れしたくなくて、なのでお話し会はちょっとちゃんと知って9枚目出た時にちゃんとあの選抜にまた残れるようにちょっと残れるように作戦にちょっと移行していこないといけない時期に差し掛かってきたなって思ってきてて私なのでそんな感じでちょっと作戦立てようと思います。 A 期間で監視枠全部開けて B 期間では完売を出したい、そういう目標で今回は行きます。リアル話し会当選した、リアル話し会楽しみ、再来週？来週？結構もうすぐだよね、楽しみだ。単に投票したいファンもいる、それはもう皆さんの応援の仕方は人それぞれなのでどれでもありがたく受け入れるんですけどね。でも一応自分がそう道は示した方がいいかなって、それについてくるついてこないは別として思うので一回やろう。大阪は倍率やばかった、やっぱりもう最後だからだし再販死ぬほどやってたから結構シリアルナンバーいっぱい持ってたんだろうね、みんないろんなファンの人が。関西って来やすいしな、どっからでも割と。話し会厳しい戦いだったんだ。じゃあ次のシングルとかもお話し会あれだね、リアルお話し会3日程やるけど、やっぱ最後の日程は混むっていうか、その倍率的には一番厳しくなるかもしれないですね、この感じだと。空気の読み合いだな。カレンコン、あ、もうすぐ負ける、早くとどめさせて。1枚でも当たってよかった、あ、いい考え、あ、負けた、よし、ご飯食べよ、カレーかな、ちょっとあっち行きますか。泣いて済むなら泣きやがれ、全ての恋は少年だ、よいしょよいしょ。何食べようかな、別にここに来るまででもないんだけど、料理するわけじゃないから、これあったかな、カレーあるやん、カレーとうどん、あ、カレーうどんにしようかな、カレーうどんにしようね、ちょっと久々にちゃんと鍋で茹でるか
月今日からなんてこったい。卵がある。なんてこと、パンナコッタってこと。パンナコッタのコメントかぶってる。どうせどうせ甘い段ボールよ。うどん、うどん、あさってひな祭り楽しみですね。ハーフアップ似合う？なんか福田ハーフアップって書いてあって、あ、はい、ハーフアップですしますって言った感じでハーフアップしたんだけど似合うかな。でも似合うと思ってもらえてるから福田ハーフアップねってことだったんだよね、きっと。似合う？のスガキ屋に入れておいて。ほんと？ありがとう。みんながそう言うならいいや。優等生。で嬉しいの？あんまそんなひな祭りめっちゃワクワクしてる人見たことないけど、もうそのまあ楽しいよね。私はまあなんか割と好きなイベントではあるよ。自分が明かりっていうのがあるから。これ表にして電子レンジで2分。つけましょう、モンボリ。ひなあられ食べてるかな、どうだろう。ないんだよね。あんまりね、そのなんか装飾、家に装飾、置物とかあんまりしないから、人形とかそのひな人形、ぬいぐるみは持ってるけど、そのひな人形とかはあんまりないかな。テレビ派のロケでひな人形作ったけどね、なんか
何で作ったんだっけあれ、忘れちゃったけど。コーヒーも作ります。ミチバチにコスプレさせたら可愛いだろうな。準備完了。うどんを熱湯熱湯。オッケー。茹でれた。ザル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 。今しまった。茹でました。よっ、よっ、はい。で、上にカレーを。卵茹でてもよかったな。まあ、いっか、もう。よいしょ。山口のうどん食べてないの？食べてないよ。あれか。あれ言ったからか。あれ時はだいたい食べれないんですよ。みんなでね、仲良くね、帰るからね。うどん食べたいって言ったらみんな困っちゃう。どうしようってなっちゃう。すぐできた。よき。あとで皿洗い行きます。よいしょ。うどスターやる？でもな、カレーうどんって映えないからな。あ、でも意外といけるか。よし、湯気すごい。何にしよう、今日のうどスターは。うどん、こんばんは。うどん豆腐。カンズ、肉まんチョコありがとう。 OK、 いただきます。ウーバーイーツみたい。確かに電子レンジじゃなくてちゃんとお湯で茹でたっていうのがポイントね。と、うわ待って、これルー余ってさ、なんか投入したくなるやつだ。やめる、
だって私1キロ太った。ホテルの大浴場にあるあの体重計で測ったら自分が思ってた体重より1キロ多くって、お風呂上がりで、お風呂上がりっていうのはあるかもしれないけど、あとご飯食べた後だったし、ちょっと1キロ半太ってたから追加しません。まあ、メガネ曇った。誤差かな。もう絶対ルー余る、これもったいない、どうしよう。しっぽく大好きです。タモヤのしっぽく美味しいよね。あ、熱っ。下に回す。でも、もう私のアミラージェが多分すごい、このルーは今日。ライスインしたいね。前餅入れても美味しかったけど、餅はちょっとね、いいや、食べ過ぎちゃうから餅って。スガキヤの丼いいな、いいでしょう。おいしい。バターロールつけて食べる、あーおいしそう、いいね。買い物なくなる。あ、おいしい。明日カレー食おう。食べたくなるよな、人がカレー食べてたら。おいしかった。ルーがさ若干余ってる、どうしよう、どうしよう、どうしよう。バキャラードバキャラード。どうしよう。でも別にそんなお腹空いてないな、もうご飯あげたくなる。冷凍ご飯じゃあさ、チンするご飯しかないからさ、チンするご飯ってさ半分食べたいとかできないじゃん。
そう、量なんだよ。夕食コーヒーで済ませた修行僧。え、チンするご飯さ、解凍した後さ、ラップしたらなんかサバサバにならん？食パンか、くるみパンならある、冷凍してる。え、くるみパンにつけても美味しい？ちょっとやってみたくなってるな。やっちゃおう。夏だから、カレー冷めちゃいそう。カレーチンしようかな。まだいいか。冷凍してるパンの出来具合わからんな。冷凍してなかったら3分半ぐらいでできるんだけど、コーヒー作ったの忘れてた。時間見とこ。今10時50、え、もう10時51分か。今日ショールーム始めるのはちょっと遅かった。カレーが大好きでも、これはふわらてです。恋のジレンマ、スタバ行きますか。スタバ行くかな。月に 1、2回。でもな、そうだね、あ、でも多分来月再来月はめっちゃ行く。なんでかっていうと3月29日誕生日で、だいたいスタバの券めっちゃもらえる、スタバかローソンの券がめっちゃ LINE でもらえるから、それの期限がね、だいたい 3,4 ヶ月とかじゃないですか。だからいつも3月29日にいっぱいスタバの券もらって必死に3ヶ月ぐらい使うっていうローソンの券とか最高なんですよ。2000円分とかくれたら冷凍食品ローソンでバーって買って
それで使い切って。スタバはね、一回行くって結構カロリー使うから、スタバ行くぞって思わない。嬉しい、スタバって大好きだから行きたいけど、やっぱ一回行くとさ、普通に600円700円使っちゃうから、結構出費的にはでかいからさ、カフェっていうものに対しての助かる。コーヒー屋さん、パンつけたらうまいんか。さっき51分って言ってた私、そろそろ行ってみようかな、ちょっと様子を見てくるんご。めっちゃパジャマ確かな、丸見え。優秀すぎる。よいしょ。初めてパンにカレーつけるの。学校の給食で、コッペパンで必死におかずを拭った時以来かも。めっちゃ綺麗に食べてたよね、小学校の時って。コッペパンをもう グリグリって、コッペパン、コッペパン。コメダのおすすめ、コメダのおすすめは何だろう。グラタン意外とうまいけどでかい、お腹いっぱいになる。高いけどね、グラタン美味しい。あとなんだ、コメダで頼むもの。でも私コーヒーチケットで飲めるやつしか飲まないからな、ミルクオーレとか。アンバターサンドかな、アンバターかな、モーニングの。インドカレー屋さんでナンやっちゃうけど、男性からのか、あ、ナン、ナン方式ね。焼いちゃったけど、こんな感じで。よし、いただきます。どうすればいいんだ。ザンガデッキョン、カレーパン、あ、カレーパンがあるからそれ合うか、カレーと。これちぎって食べたりした方がいいのか、やっぱ熱っ。ゴミ箱が必要、これゴミ箱の上でちぎろう。この辺掃除機かけなきゃいけない。熱い熱い熱い、いただきます。
な感じ。あ、熱そう。いただきます。あ、うん、うまっ。ないな。間違いない味がする。くるみと合う、くるみと合う意外と。でもくるみない方がいいかも、これに関しては。でもあっても別に悪くない。カレーパンか、言うたらカレーパン大好きだけどさ、もう食べた後歯磨き必須じゃん。だからこううかつに買えないよね。うまっ、うまい。うどんの麺発見、すっげーごちそうに見える。うん、お箸で食べればいいんだ。確かに黄色、全部黄色パン。うん、そうでしょ。いい感じにルーなくなってきた。うん、ごちそうさまでした。うまーうまま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 まうまま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 、うまいの変化か。
って。諦めよ。誰かに向けてるその視線、僕の奥にも気づいて、愛さの答えが欲しい。皿洗い諦める時だってあるぞ。マスターおかわり。よし。よし、レッツ作戦会議。ほっ、なんか汚れてるなこれ。もう作戦会議をしていく。何するのって作戦会議。よい、立ち前目シングルのお話し会の受付が始まっとるぜ。日程が4月24日、5月、今回2日連続続く日多いな。6月
1ヶ月ごとにある感じか。来月ってやるんだね多分。またまた来月ねって。何着るかは今回は決めません。あ、浴衣だけ決めとこうかな。浴衣とか着たくない？浴衣綺麗に着れるか分かんないけど。今回の日程がちょっと2日連続は横に書いてみたんですけど、オンラインお話し会4月23、24、5月28、29、6月25、26、7月24、8月1、9月10日、9月23です。で、ペン、色ペン、色ペン、よいしょ。手がいるなら9月10日は何だっけ、パーカーとパーカーロンティーの日で、浴衣の日は別に私が浴衣着るだけだから、みんなは別に浴衣着てなくてもいいけど、着てくれたら嬉しいけど、特に強制はしない。5月28日が花火の日らしいよ。だからここでね、なんか浴衣を着るメンバーが多かったの。え、浴衣って5月で来た早い？花火の日なんだって、5月28が。花火の日なんだってよ。でも7月ぐらいのイメージなんだよな、浴衣って。早いよね。てかみんな着てるからやめよう。みんなね、ここをね浴衣にしてた、いっぱい。6月ぐらいにしとく。6月26だったらどう？6月26ぐらいでどう？2日連続の日の日曜日のあの夜、昼とかってマジで人いないから、6月26とかにしようかな。じゃあこの日だけ、梅雨だけど大丈夫？え、浴衣の季節じゃない？6月はどう？ちょっと着物に詳しい人。7月20、でも7月24、8月11はみんな夏休みだからさ、この日よりは来てくれそうじゃん。でもこの2日連続とかが続くとなんか理由ないと取らないって人も多いと思うから、なんか着る来るきっかけになればいいなと思ってるんだけど、6月26っていいの？6月26にしよう。浴衣っていう漢字が書けない。浴衣買わなきゃ。浴衣着れるかな自分で。でもどうせ7月とかはいっぱいさ浴衣着るからいいよね。6月26でもいい、いい。服装はこの2つだけでいいや、決めるの。
お洋服は この2つだけ決めて、でおすすめ日を3日ぐらい決めようね。みんなんかさ、なんか別にあいいんだけど、どっかに集中させてさ、完売1個でも出たらなんか嬉しいよね。見えないからさ、やっぱ完売とかが出ないとどれぐらい売れたかがこっち分かんないもんね。おすすめ日はどれにしよっかな。直感だからこれ。手使わないで、ちょっと変なとこ見るね。おすすめ時間決めよう。まず待って、どの日もある時間を6、感謝枠が6時間目と7時間目と3時間目と5時間目だから、2時間目にすればいいか。全部2時間目と3、5、6、7、あれ私4部の日全然ないな。2、3、5、6、7、8だ全部。2、3、5、6、7、8だよ全部。おってことは毎回11時か。朝早い日がない。よかったねみんな。一部だったらみんなも朝早く起きなきゃいけないけど、私全部2部からだから安心して。よかったね。全部昼からだよ。12時10分からじゃない、だから全部。よかった。あまり朝早いとファンの人寝坊してるから。よかった。早くても12時10分からだから、これは助かる。あかりんゴールだから5時間目。でもね、5時間目が感謝枠の日もあるんだよ。だから、難しくなっちゃうから、とりあえず2部にしとくね。2部と8部が全部あるから。8部で取って、取れは取ってくれやすいんだけどね。2部。とりあえずさ、1日1個にしとくべき。おすすめ時間ってどう？とりあえず1個にしとくか。分かりやすいね、その方が。おすすめは部時間は、おすすめ時間は全部2部。覚えやすいね、その方が。何日は何部とかだったらしんどいもんな。分も全然ぜひ取ってほしいんですけど、もし時間どれでも来れるよって人で迷ってたら2時間目で。おすすめ時間は全部行って2時間目で、2時間目にソールドが出るように頑張ろう。そんでおすすめ美を決める。どの日をおすすめ日にしたらいいと思う？まああんまり決めすぎても分散して、なんか結果出なかったらね、テンション下がりはしないけど、
あれだから2日か3日だけにしときたいんだけど、まあこの決めてる日はなしで、あでも決めてる日にしてもいいかもしれないけど、全部おすすめな上でパーカーのティーの日はね、おすすめ日にしてもいいかもね。両方合わせて着るの、そこまで決めてない。この時の気温が分からんけど、でも両方着るつもり、両方とりあえず4月はいいとして、5月もう直感だからな、カレンダー見よう。5月29、あ服だから5月29、あ確かにいいかも、5月29にしようか。5月29と9月10日と9月23だったらどっちがいいと思う？そうなんだよね、この最初の日と最後の日は割といけるんだよな。5月29と7月24、8月11ってみんな夏休み？23から浮いていく。そうなんですよ、7月24と8月11ってさ、世の中って夏休みですか？学生は夏休み？学生の人あんまいないから。でも学生は、7月24、5月29、6月25、9月10日、いや9月23、9月10日、決めた。で足がしびれた、変な体勢で座った。5月29、6月25、23か10日か迷う。
もう最終日。みんなの意見ゴブゴブだな。まあいいや、9月10日にしとくか。見るとバランスいいかも。4月23、24、5月28、29、6月25、26、20、7月24、8月11、9月10日、9月23あって、服決めるのは6月26の浴衣と、9月10日のパーカー、ロンティー、あのリバティの今売ってるやつをツーショットが空いた時のためにツーショット撮るために行きます。浴衣はまあ私が勝手に着る。でこの緑囲ってる5月29と6月25と9月10日はおすすめ日ということで、なんかどの日程にしようかもうざっくり言われても分かんないんじゃん。正味どの日もさ予定分からんでしょみんな。まだだけん迷っとって、もしちょっと撮ってくれるって人いたらこの日を撮ってみるといいかも。もちろん他の日でもお盆とかとかね撮りやすいと思うし。そうだね。で時間は全日程2時間目をまずはけさせたいという感じですかね。2時間目って言われたら早いかもしれないけど、言うて12時10分からなんで全然大丈夫だと思います。はい、なんならもう昼まで寝ちゃいそうな土日をこの2時間目の時間までに起きることで有効活用してくださいね。そんな感じにします。よし決めた。これをメールで送るね明日。ちょっと今日はもうまあ SNS 系間に合わないけどこうします。スクショどうぞ。見づらい。お願いします。まあ言うてね、色つけてない日もなんかですね、今回1ヶ月おきとかだから多分毎回みんな寂しくなるから、あー1ヶ月ないんだって寂しくなっちゃうから、ぜひ毎月お会いできたらなと思います。そうしました、ありがとうございます。色つけてない日もめちゃくちゃ可愛い服着るし着飾ってるし、バッチリまつげ上げていきますんで、すべてがおすすめ、すべての日、全力アイドルあかりに会えますので、本当は全部の日来てほしいけど、難しい人はおすすめ日からぜひ攻めてみてください。どの時間もどの部もどの日程もおすすめ。まあお好きにどうぞ、お好きにどうぞ、お好きに決められない人はこちらをどうぞ。って感じでよろしくお願いします。お話し会キャラアニで2日連続だと明日も会えるっていう嬉しさがあるね。ねえわかる、また明日ねって言えるのめっちゃ嬉しいよね。はい、皆さん待ってます。お会いできたら嬉しいです。オンラインお話し会、お家からでもいいし、もちろん結構ね会社からやってる人とか、あとカラオケからやってる人とか、普通に外でやってる人とかもいるし、割と自由です。まあ電波だけしっかりしてもらわないとあれだけど、電波さえあればどこからでもできますのでよろしくお願いします。車からの人もめっちゃいる。2日連続が多いから今回前半とかは、また明日ねって言えるので2日連続で撮るのもおすすめ。おっす。
お話し会受付始まってちょっとね、まあって感じですけど、普通にせっかくお話し会やるならさ、フルで喋りたいからお願いします。会いましょう。うん、日程のうちに感謝枠が開くといいなと、開くといいな、いや開けます、全日程開けます。もうね、ユミリンとか一時で1枚しか申し込めないのに、なんか魔法枠みたいななってたらしいし、頑張るぞ私も。未来のために絶対この辺の日申し込んでもちゃんと私いるので、マジ未来しかまだ見てない、未来しか見てないからこそ今回こっちに振ったんで、全てをいるので安心して取ってください。もういいやってなってたら正直 PR 舞台の方に行って夏を全力で楽しんですわーってやってますけど、もう未来しか見てないからこそお話し会に今回全振りするって決めたんで、お話できるのでご安心ください。よろしくお願いします。9月まで生きる目標ができました。でもマジ9月とかあっという間だからね、ほんまにマジであっという間だと思うんでちゃんと予定帳に入れといてみんな。でこれ会社の人にこの日出勤しようとか言ったら、いや待ってる女がいるんで、俺らのことを待ってる女がいるんで、その日は無理ですって言ってください。俺が来ないと寂しがるんであいつって言いなさい。分かった。浴衣の着方練習しとこう。私のこと紹介していいよ、写真撮っとこう、これ明日メールで送るわ。着なよ。やって後悔よ、やらぬ後悔より。後悔はさせないけどね。今日はゆっくり寝れそうですか。どうかな、微妙い。今日も起きなきゃ。今週はちょっとバタバタしてます。いいんだバタバタしてる方が、嫌なことは忘れられるしね。司会楽しみやな。夏服着れる。午前中に偏るかもだけど考えてみます。ありがとう。午前中の方がね人少ないからね。午前中ってか 2,3,5,6,7,8 だったら 2,3 部が結構なんだろう、78が結構多いかな、待ち時間で言うと。仕事終わりとかもあるから
2、3部ぐらいの方が待ち時間は少ないから、午前中取れるんだったら午前中の方がいいと思う。夏もあるし、夏も楽しみですね。リアル話し会もあるし、そう、待ち時間前より有効的に使えるようになってきた。何してんの待ち時間の間、だってカメラから離れちゃダメなんでしょ。本読んでも、本読んでる人って結構いて、こう本読んでて繋がってるんだけど、あ、繋がってるぞってやりますね。一部に一人ぐらいいるかな。なんか一日だと2、3、いや5、6人いるって感じ。本読んでたりとかして、あともう一個の携帯こうやってたりとか、繋がるのバレ、あの気づいてなくて、でイヤホンとかもしてなくて、あーいあいってやってもなんか、あーごめんごめんごめんみたいないますね、結構いますね。ぼーっとしてたよ。あるあるです。ありなんや、本読むぐらいはありなんじゃない、多分画面からいなくならないって。でその本はさ、チェックの時にさ見せってやつだったらあれだけど、見せてないやつは見せちゃダメだけどね。イヤホンをしてる人してない人、いやしてる人の方が多いかもしれない。あ、画面に見えないように読んでんのか、そういうことか。口並びして順番回ってきた時めっちゃ焦った。焦るね、それは。面白い、なんかみんなの日常を覗き見てる感じするんですよね、なんかお話し会面白いです。そう、カメラからいなくなったらね怒られちゃうからね。で今回もお話し会申し込んだら、リアルお話し会のシリアルナンバーもついてくるので、そちらの U もリアルお話し会は当たったら追加料金ないので無料でお話しできるので、これ来なきゃいけないけどね、現場には。でも3カ所あるし、日程も3カ所あるから、どれか来れたらぜひぜひ。猫と遊んでるいいね。あ、でも猫を見せてくれる人たまにいるんだけど、犬とか。それもリアル、それもオンラインお話し会のいいとこだよね。なんかみんなのペットを持ってるの大変そうだけど、やっぱ画面からいなくなっちゃうから、みんなのペットをねたまに見ることができて、私はすごい癒される。そういうのもできます、オンラインお話し会。面白いです。カメは難しい、どうだろうね認証はしなきゃいけないんじゃない、ペットも。絶対じっとしてられないと思う。結構みんな猫とかがうわーってなってて、ふくちゃんうちの猫終わるバイバイ感じ。結構猫とか犬とか持ってる人はみんなそう。犬は割といい子にしてんだけど、でもね、暴れる子は暴れてるけど、猫の人はもうこんなことになってますね。めっちゃ面白い。一日でも一人か二人かな、ペット見せてくれる人。
めっちゃめっちゃあのペット枠待ってます。正味ペット映してたらちゃんと喋れないと思うから、その間必死すぎて。ペットはペットワークで撮った方がいいかも。でも見たい、見せて、マジで見たい。犬猫その他その他の動物あるかな。鳥1回あったかな。やっぱり犬猫が多いかな。カメおもろい。ニコマありがとう。そういうのもありだね。猫チェックおもろい。嫌いなペットとかはないけど。また犬と行く、待ってる。カエルはないかな。ウミガメは無理だね、無理だね。あと旅行先とかからやってくれる人もいて、そう、旅行一緒に行ってる気分になれますね。今寒いからあれだけど、リス飼いたい。いいね。泣きもひなあられありがとう。夏とかだとやっぱ外からの人が増えるんじゃないかな。ね、暖かくなってきたらみんな旅行に行きたいだろうし。GoTo とかまたあるんかいね。旅行先から電波がちゃんとあればお話し会できますんで。まあ、旅行先でお話し会でよく見る旅行先ベスト3は、3位は他の AKB グループの劇場の前から。結構いるんだよねこれが。くちゃんどこかわかる？今日は AKB 劇場だよとか、今日は NGT 劇場だよみたいな。結構いるんだよねそれが。なんかレアケースじゃないっていう、ああるあるみたいな、割といるっていうね。それが3位。2位は秩父ヶ浜。これもたまにいるんだよ。なんでそんなみんな香川行ってんのと思うけど、嬉しいけど、秩父ヶ浜結構、今は寒いからいないけど、秩父ヶ浜結構 いたんだよね。ちょっと暖かい時期とか。全然いた。一人とかじゃなかった。で、見張りなのかな？どうなんだろう。1位は尾道。尾道は本当に多い。前もいたし、やっぱ1日1人のぐらいいるかな。あの土日だったらね。平日のとかそのあれだけど、尾道多いね。結構尾道なんか前日が公演とかで、次の日お話し会とかだったりすると、見たらい1人いたかもしれない。するとなんか前の日は広島にいたから、次の日に多分尾道とか行けるのかな、わかんないけど、なんか尾道結構いるかも。宮島いないかな。今まで3度くらいやったの、すごい。尾道のねメンバーが踊ってるところからやる人結構多いかな。面白い。なんかみんながロケ地に行ってくれてるって。東京ドームはないな。あとなんか他のグループの握手会お話し会会場とかある。SKE さんのリアルお話し会からうちらのオンラインに参加とかね。あーさっきもこの背景見たぞみたいな。面白い。
お風呂場の人はいないかな、自宅の。大体自分の部屋だね。まあでも何部屋か分かるぐらい画角映んないからね、別に。待ち時間の有効活用、背景は人が映らなければって感じ。まあとお話し会の時に、その背景をすごい私のグッズ、 STU のグッズでタオルとかうちわとかなんか写真とかでパネルとかゲットしてすごい並べてくれてたりする人めっちゃ嬉しい。 やれっていうわけじゃないけど、やってくれる人とかもいてめっちゃ嬉しい。なんかこの見せてくれるのも嬉しいし、普段からこう壁に飾ってくれてるのかなとか、なんかあ今日お話し会の時だけこれやってんのかなとか、なんかいろいろ考えたり。普段からやってくれてるとしたらそれはもうめっちゃ嬉しいよ。だって普段から私のに囲まれてくれてるってことでしょ。もう嬉しいし、でもそのお話し会のために準備してくれるっていうのも嬉しいし、普段からねアイドルグッズ置いたらちょっと人が来た時にちょっと恥ずかしいというか人もいると思うしあれだけど、そうなんかサインとか写真とかパネルとか飾ってくれたらわーって思います。福ちゃんコーナーある、嬉しい。作ろうみんな福ちゃんコーナー。福田のグッズを増やしていってください。ときめきポイントです私の。毎朝福ちゃんコーナーで挨拶してんの。いける。寝坊の夢はそれのことがない、まぶたの裏ずっと焼き付いてる、叶うことない。あと何日寝たらマンボウ終わるんだろう。今日寝る、明日寝る、明後日寝る、しあさって寝る、その次寝る、あと6回ウルトラダウス、あと6回寝たらマンボウ終わる。嬉しい、嬉しすぎ。東京延長、マジ？いや私もうマンボウ終わることが本当に生きがいだから今。延長されませんより。でもなんか都会の方は延長するかもみたいなニュースで見た。広島はギリギリになってないっぽいけど怖いぜ。
広島終わり？マジで嬉しい。マンボ終わったらお土産やるのかな。やりたい。生誕祭が多分4月だから、その時までにはお見送りが復活しときたい。どこも四国で STU のグッズもらえるキャンペーンするよな。そう、あれってさ、四国だけじゃないとダメなのかな。あれなんか私あのサイトよく読んだけどよく分からなくって、四国にの店舗でやってるだけで別に誰でもできるのかな。これを見る限りそれ店舗が決まってる、四国のって。だけど3月18日お見送りなしかな。あ、なーちゃんのやつ、あーなしなんじゃない。どうなんだろう、わかんないね。兵庫県がどうかによるんじゃないかな。ドコモ以外でもいいらしい。あ、そうなの。とりあえず四国の店舗に行けって感じか。ちょっとあれはよく私あれ読んでも私の脳みそじゃ理解できなかったので、皆さん理解頑張ってください。私今日インスタにこのさ写真載せたんだけど、すごくないこれ。私この背景自分で色画用紙を組み合わせてその上で撮ったんですよ。おしゃれじゃないですか。画用紙をこうピンクの画用紙と赤の画用紙をこうやって置いて、その上に化粧品を置くっていう、もうプロみたいなことをして撮ったんですよ。すごいよね我ながら。最初はねこうやってただピンクに直置きしてたんだけど、なんか違うなってなって、次ピンクの紙を立体的に置いてこうしてる人だけど、なんか違うなってなって、でこれもまあいいんだけどね。でこんだけいろいろ撮って、でこれも撮ったけど、なんかまっすぐ違うなってなって、で結局この斜めに落ち着いたっていう、いろんなこんな感じでいろいろ撮っております。繊細かもしれない。映えたよね、完全に完全に映えた。インスタグラマーだよねこれは。こだわりました、映えちゃった。いつもその STU を撮ってくれるカメラマンさんに、化粧品とかの撮り方が分かんないですっていろいろ聞くんだけど、でいろいろ教えてもらうんだけど、全然なんかプロだから、逆に私がそんな機材とか持ってないから参考になるんだけどならないわけだから、結局ね化粧品の撮影から逃げてたの。化粧品載せたいけど、もうおしゃれ撮るのがめんどくさいから、ずっと服ばっか乗せてて。正味さ、化粧品はさ別にファンの人求めてないから、服とかで顔乗せてる、顔とか服乗せてる方がみんないいじゃん。それは自分でも分かってるから、なんか逃げてたんだけど、でもコスメ乗せるとそのファンの人、フォロワー以外からのルックがめっちゃ増えるのね。だからたまにはやんないとなと思ってんだけどね。そのカメラマンさんに、服ちゃん全然化粧品乗せんじゃん諦めとるじゃろって言われながらしたから、でも今回めっちゃおしゃれに撮れたんで、そのカメラマンさんにもドヤ顔できるんで褒められよう。難しいんやな。ちょっとフォロワー1万人行きたいけど、なかなか厳しい現実。インスタフォローしてください。今見てくださってる方でインスタフォローしてない方、今このバナーとかに載ってるんで、バナーにインスタの赤と、あとプロデュースしたアパレルリンク貼ってるんで、ぜひ見てください。
お願いします。今5753フォロワーなんですけど、あと4000えぐ4247フォロワー必要なんです。キャ無理だよ、あと1ヶ月もないんだもん。え無理、え無理じゃね。増えたけどね、4700÷28日は、え1日167人増えないと無理、無理だよ。今1日10人ずつぐらいしか増えてないもん。でも最近毎日投稿頑張ってんだけどな。56分、あ本当だ、早い、ありがとう。ぜひ皆さん、あの友達とかに、あのこの子可愛いからフォローしてください、してみてよみたいな感じで誘っといてください。お願いします。みんなの一人、この5000フォロワーが一人に呼びかけてくれたら、一人にね、そしたら5000人増えるんだよ。そしたら1万人いくもん。どう？しかもこの5000人はアクティブユーザーなの。だって私がインスタ始めてまだ2ヶ月ぐらいだから、あ、3ヶ月か。だから、この3ヶ月以内にこの携帯をいじってフォローっていう行為を行った人だから、絶対アクティブユーザーなんですよ。ってことは、一人が一人誘ってくれればいけるんですよ。で、ポジティブに考えて頑張ります。諦めずに。ランキングいます。徳尾、ありがとう。D 作、ありがとう。うーた、撮影お疲れんこん。お疲れんこん。疲れた。かなぶん、ありがとう。小山先生、あんがががが、ベロベロベ。今日のインスタストーリーのゴロミちゃん、あんがががだったでしょ。マジで可愛かった。監督、3月も好きかも。好きやねー。好きやなホワン、ありがとう。TJ、今日も可愛かったね。好きです。告白。告られた。なべなべ、ありがとう。たかひろ、ありがとう。ハイパー、二次申し込みも済ましたよ。いつも2時間目だから、今回は全部おすすめだね。それな。おすすめ祭り。ありがとう。話そう。近いし、ありがとう。1位は、カンズ。ありがとうございます。というわけで、私が福田はって言ったら、スタウチって言ってください。おりますと、福田はスタウチ。サンドの飯は何で決まり。香川県出身の福ちゃんが福田かでした。今日も1日ありがとうございました。お疲れんかやすいゼミです。いやちょっと撮影2日間めちゃめちゃ疲れたけど、なんかショールームも今日さもうしんどいからやめとこうかなとか思ったんだけど、やっぱつけてみんなと喋るとなんか回復しました。ファンの人の力って偉大、ありがとう。なんとかやれそうです。 MV 映ってますように。不安ですけど、ハーフアップの子を見つけてください。カレンコヤセミゼミです。カンズ肉まん10個ありがとう。お話し会もまあ皆さんがね来やすい日程で申し込んでくれたらいいんですけど、一応おすすめ日とか決めて、まあ、明日メールで送りますし SNS にも載せようと思うんで、もし余裕があったらよろしくお願いします。お話し会今回結構頑張って、あのこういい感じにしたいので、あと適会の申し込みも始まってるのでよろしくお願いします。オンリーワンをお届けしたいと思います。それは4月1日かなの18時から、まあ、見えなくてもチェキは届くんですけど、ぜひよろしくお願いします。明日は生誕ティーが販売されるので、それも楽しみにしててください。ありがとうございました。つかなんかやすみじみです。まったね、ありがとう。ゆっくり休んでね、バイバーイ、ありがとう。楽しかったです。